指標となるビッグマックビッグマック指数とは各国の経済力を測るための指数。マクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格を比較することで得られる。イギリスの経済専門誌エコノミストによって1986年9月に考案されて以来同志で毎年報告されている。ビッグマックはほぼ全世界でほぼ同一品質のものが販売され、 原材料費や店舗の光熱費、店員の労働賃金など、様々な要因をもとに単価が決定されるため、総合的な購買力の比較に使いやすかった。これが基準となった主な理由とされる。具体的には、例えば日本でビッグマックが250円、アメリカで2ドルの時は 250? にイコール125となり、 1>, 1ドルイコール125円がビッグマック指数となる。もしこの時点で為替レートが1ドル110円だとすると、為替相場はビッグマック指数に比べて円高であり、この後125円に向けて円安が進むだろう、などと推理する。各都市で1個のビッグマックを購入するのに必要な労働時間を算出することにより、各都市の物価に比した、 賃金水準を推計できる実際のビッグマックは世界各国で異なった重量、栄養価、サイズで提供されている。例えばオーストラリアのビッグマックはカナダ版に比べカロリーが22%少なくメキシコ版に比べ重量が8%軽くなっている。また途上国ではビッグマックイコール高級品という感覚もある。ベトナムでは 屋台のサンドイッチに比べて4倍ぐらいする。この比較では指数という言葉を使うが本来の意味の指数ではない。単位は各国の通貨単位である。例えば日本では円、韓国ではウォン、中国では元単位とする。当然単位の異なる各国のビッグマック指数を比較しても何の意味もない。 ビッグマック指数が意味を持つのは一つの国においてのことである。ある国において現在の為替レートと比べて実行レートがどのくらいあるかという比較でのみ意味を持つ。そのため英国のビッグマックをドルや円に換算した値段と B 国のそれとを列挙して為替の評価ではなく経済力や物価などを比較するのは誤りである。また、この数字には 消費税が含まれているので、各国で比較する場合には、その分を除いて計算しないと意味がない。例えば、欧州諸国では20%程度の消費税がかかるので、それを勘案する必要がある。さらには、ビッグマック指数は物価感覚の比較の勘弁で実用的方法ではあるが、たった一品目では厳密な比較ができない。 例えばビッグマックの価格と最低賃金を用いて計算した場合、ビッグマック一つ分のお金を稼ぐのに必要な労働時間が世界一短いのは香港である。また、ファストフード店が激しい価格競争にさらされているか、そうでないか、原材料の牛肉や小麦に対する補助金制度といった各国独自の特殊な事情が絡む。またより正確な指標とするには、 同国内でも、時代ごとに異なる一つあたりの価格からグラム換算、炭水化物、油脂比率を含めたカロリー換算、タンパク質など栄養化換算も考慮して、計算しなくてはならなくなる。隣国で、石油大国でありながら、サウジアラビアとクウェートのビッグマックの値段は、両極端で、サウジアラビアが約70円強なのに対して、クウェートでは、 約800円弱と10倍以上も開いている。これは、サウジアラビアのマクドナルドが国の補助金を受けているために極端に安いのに対して、材料のほとんどすべてを輸入に頼っていて、食料品価格の平均が高いクウェートでは高くなるためで、先進国以外では経済指標として機能しない。また、金融危機の影響でマクドナルドが全店撤退してしまったアイスランドでは、 測定不能になっている。1個のビッグマックを購入するのに必要な労働時間のトップ10都市は以下の通りである。2013年現在、エコノミスト市はビッグマック指数のほか、トールラテ指数やコカ・コーラマップなどの指数も発表している。円については、トールラテ指数の場合、ビッグマック指数とは逆に、さらに円安の余地があることになり、ビッグマック指数とは、 結果が大きく異なっている。オーストラリアコモンウェルス銀行の株式仲買い部門であるコモンウェルス証券は iPod 指数を提唱している。ありがとうございます。